こんにちは高野くもですえ先日私はですね評論家淡村正明さんのジャズレコードブックに書かれていた、えー、クリフォード・ブラウンについての評論でちょっと印象に残った箇所を紹介する動画をアップしたんですね。でその動画にいくつかコメントをいただいているんですが今回は河合アンディさんからのコメントを紹介したいと思います。読みますエリンントニアンは みんなすごい腕前とサウンドを持っていましたね。ジミー・ブラントンの音源は少ないのですが、デューク・エリントンジミー・ブラントン・デュオというアルバムの動画を発見してその素晴らしさに驚きました。エレガントなエリントンのピアノと若いブラントンのアルコ引きとピッチカートでの演奏ですが、歌心と的確なテクニックにこれ以上何を望むのだろうという感じです。音の良い動画でしたので、一度ぜひ検索してみてはいかがでしょうか。 ナバロとブラウニーのどちらが偉大と考えるのは勝手ですがこれはあれなんですよあの阿村さんの,そのクリフォード・ブラウン表で。 クリフォード・ブラウンとファッツ・ナバロはどちらが偉大なんだろうかみたいなことが書かれていたので、私は別にどっちも偉大だから別に何も無理して一番決める必要ないんじゃねみたいなことを言ったんですけれども、まあそれを受けてですね、ナバロとブラウンにどちらが偉大と考えるのは勝手ですが、私もその比較にはあまり意味があるように思えません。 やっぱそう,そうですよね <laughs> でその昔ジャズ・ビギナーズだった頃にブラウニーの「ウィズ・ストリングス」を聞いてその演奏や音楽性のトリコになったものとしてはえらく強量だなと感じましたさまざまなミュージシャンがさまざまな意図や思いでさまざまな聴衆と自分音楽を分かち合うような作品があっても良いと思う私にはたとえ 例えれば、どこかで似たようなことを書いたようですが、えー、好きな恋人に対する束縛が強い人みたいに感じますね、笑い。まあ、誰だって好きな料理に入ってほしくない材料が入っている場合、取り除きたいものですが、というコメントでした。河、え、合、ー、アンディさん、どうもありがとうございます。まあ、全くその通りだと思いますね。<laughs> どちらが偉大な,どらろうなのだろうか、<laughs> なのだろうか。 で、まああんまり意味あるのかな。でも評論家である。以上はやっぱり。 一等賞を決めなければならぬなんていう、そういう脅迫観念的な思いがあったのかどうかはわかりませんけど、非常にまあ真面目な方なのかもしれませんよね。やっぱ一番を決めなきゃいけないみたいな。別に、な,なん、別に、コンテストでもないし、ね、あの、スポーツの勝敗でもないわけだから、どっちもどっちでいいやんって思うんだけどね、どっちらだが偉大って、両方とも偉大じゃんって、どっちだが偉大って、 っていうこと自体片方は偉大で片方は偉大じゃないものをどちらがじゃあ偉大じゃないのだろうかっていうことを考えていることにもなりますよねそうするとね仮にクリフォード・ブラウンが偉大じゃないとあナバロが偉大とするんであればクリフォード・ブラウンは偉大じゃないということになってるすごいそれはブラウニーに対してめちゃくちゃ失礼なことだと私は思うんですけどねまあいかがなものでしょうかで私はこのように返信しました ローランド・科学研究家でありエリントンの研究家である林さんからジャズ喫茶イーグルの常連さんでしたよね。この方すごいんだよね林さんね。あのね1つの,あのレコーディング曲を1日3回聴いてそれでいろいろ印象をメモしたりとか分析したりしてるんですよね。だから疲れるって言ってましたね。 まあ、それはそうだよね、例えば、エリントンのそういうい発表会みたいなね、連続講演会みたいなことをするとするとエリントンのたくさんの音源を聞きまくるわけですけど、まあ、それは当然なんですけれども3回ずつ聞くらしいですね集中してあの。もちろん。 あの本とか読まず、私のようにね、プランも作ったり、本読んだりとかせずに、BGM として聴くんじゃなくて、集中して聴くんでものすごくね、疲れて、もう夕方になると下手ってしまうみたいな、そりゃそうだと思うんですけど、もう午前中からなんか、一日、いや、一日というか、一曲、三回繰り返して聴いて、それでいろいろ分析するみたいですけどもね。 そういうね、ストイックなジャズマニアの方なんですよね。で、そのね、あの林さんから、確かイーグルの連続講演の時だったと思うのですが、RCA 版、かっこ、配布された紙が見つからないのですよ、連続講演会で、紙、今回はこういう曲書けますよっていうね、あの紙を プログラム本日のプログラムみたいなのを配るんですけれどもその紙私持ってたんですけど何かの方に挟んでなくしちゃって申し訳ないんですけどねでその中に確かあったんですよブラントンとやってるやつがねでまあその時にエリントンと ジミー・ブラントの理由を聞かせてもらったことがあるんですがその時はぶっ飛びましたねすんげーって確かにこれ以上何を望むなのだろうでしたねとでナバルト・ブラウニーの偉大さ比較に関しては全く同感ですと私は返事を返していますそれでえー、っと何だったっけかなと思ってあの何だったっけかなってのはデューク・エリントンとあのー あれですブラントンのデュオ何聴いたかななんて思いながら CD だなあの久々に エリントントででもも聞くかか、久々でもない,かおととい2日前か3日前ぐらいにミンガスとローチでやってるマネージャングル聞いてたからまあ久々じゃないんだけどこうオーケストラでもの方でもね大人数編成のやつでも聞いてみようかなと思ってエリントンのコーナーを棚見てたらなんだあったじゃんみたいなねまあもちろん RCA 版のそういうデュオソロっていうようなアルバムじゃないんだけども。 あの1990年代あ、99年ぐらいに、2000年、21世紀になったから私、買ったのかなあの、リマスター版で、デューク・エリントンのね、ソロズ・デュエッツ・トリオズという CD がありまして、あもなんだ、聞いてたじゃん、俺って、<laughs> 持ってることすら忘れていたというね、で改めて、聞き返してみた、これがまたいいんでね、ボディーソウルがね、ブラントンがテーマのメロディーをね、 ベースで奏で奏ているんです、ね、いやー音ふっといふっといで録音はまあ昔だからそんなに音質は良くないんですけどもうねベースの音がムク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 もう湧き出てくる感じそれでもこっとしたねガット弦の音なんだけれども輪郭がとってもはっきりしていてそれで。 な温か,、ね、かい音色で温かい音色だと結構もこっとした感じでちょっと音程聞き取りにくい場合もあったりもするんですがそんなことない柔らかくてはっきりした音像で迫ってくるんですよね。でテクニックも素晴らしいし、まあ、そんな早弾きでブル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 って弾くわけじゃないんだけれどもこの歌心を。 的なテククニックっていうんですかねすごくね立体的さらにボディソウルという曲のメロディーを立体的にですねベースで彫刻してるっていう感じなんですよねこれはぜひね多くの方に聴いていただきたい演奏だななんて思いましたでエリントンのピアノもねシャープで重たいピアノでエ,レガンエレガントさも加わっているあの例のピアノ音でねブラントンの 暖かくて太くてムクムクと湧き出てくるようなベースの音をもう鮮やかにでささやかにだけどあんまり前面には出てこなくてすごくなんかあの引き立ててる感じでもうシャシャり出ないで本当にバックに徹してるんですけどでもやっぱりエリントンのピアノって存在感あるなーって改めて思いましたねボデディソソウルいいいですよソロズズュエッツトリオズっていうね。 CD に入っているのをね、ちょっと聞き惚れてしまいましたね。なんていい、この低音に包まれたいと思うような低音でね、やっぱブラントンはいいですね、偉大ですね、やっぱいいわ、スケールでかいね、本当に、こういうベーシスト、だから、その後にね、オスカ・ペティ・フォードとか、 あとチャールス・ミンガスというようなスケールの大きいねベーシストが現れてくるこの流れっていうところの源流なんだなっていうのがすごいよくわかりますねこのブラントンのベースを聞くとね特にオスカー・ペティフォードなんて相当影響を受けてるんじゃないかなと思いますよねすごく大股歩き骨太っていう感じがしますけれどもオスカー・ペティフォードだけどその あのオスカー・ペティフォードのベースですらもこのブラントンのベース聞いてしまうとちょっとスケール小さく感じてしまう瞬間すらあるぐらいやっぱりスケール大きいよねブラントンのベースっていうのはね、まあ、こういうベーシストはまあほにあれですよね二度と現れないんじゃないかなっていうぐらいほんと素晴らしいベースだと思いましたということで、えー、今回はですね 先日アップした、淡村さんのクリフォード・ブラウンら、えー、B の項目ですね、ジャズレコードブックの B の章で、ちょっと印象的な、淡村節、炸裂していたところを紹介した動画にいただいた、河、え、合、ー、アンディさんからのコメントを紹介させていただきました。ということで、また別な動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイよ。